スダップマラムプログラム1 G アップスプラウト。この番組はオフィスの働きやすい空間と使いやすい家具をお届けする黒曜株式会社チャンネル銀河が他の提供でお送りいたします。皆さんこんばんは。スプラウトメンバーでお送りする G アップスプラウト、今夜は私川西ほのかと下津理恵でお送りいたします。はい、はい、はじめまして。もうだいぶお話ししましたね。そうですね、始まる前になんかいろんな話をしてたんですけど、ちょっとね笑いが止まんないですね。その話はね後々そうですねしたいんですけど、はい、そう、初めましてなんですけど、うん、もうなんかね会った時から私も勝手に妹気分なんですけど、そうなの、3つ離れてますか。そうですね、23なので、今私が20歳なので、うん、かわいくてね、そんな本当にお姉ちゃんみたいな。じゃあなんてお呼びしたらいいですかね。いやもう何でも、何でもいい。なんて呼ばれます。もう何でもいいですよ。リエちゃんでいい。リエちゃんいい。じゃあリエちゃんでいきましょう。お願いします。はい。なんか私でも元々2年前くらい、1年半前くらいに見たことがあって、実は。そうなんですよ。私もねえ、お互い。そう、お互い同じ美女コンテンツに掲載されたことがあって、うんうん、で同じカメラマンさんに撮っていただいていて、私も見かけたことがあって、うんうん、その時にあ、理系上でこんな美人がいるんだと思って。ほらほら。ですごいもうなんか感動しちゃって、いやすごい覚えてて、すごい大人っぽいんですよ、ほのかちゃんは。ね、最近28に見られますからね。二十歳に見えなくてもうちゃんとしなければいけませんね。どういうことですか、ね、もう本当に、はいはい、なんか最近、はい、じゃあ最近の近況報告とか、うん、なんかハマってることとかありますか。私最近、はい、その B リーグ、はいはいはい、プロのバレーボールじゃないです、すいません、バスケットボールの試合を見に行ったんですけど、はいはいはい、その時ちょうどスプラウトメンバーが別で同じ試合を見てたんですよね。そう、仲間外れにしたわけじゃないですよ。あのそうなんですよね。そうなんですよ、たまたまなんですよ ね同じ試合を見に行っていて、うん、私あの吉田さんと、うんうん、そらちゃんとかすみちゃんと一緒に行ったんだけど、その時にそう、うん、下津さんいるよって言われて、あ、いるんだ、探しに行くって話をしてたんですよ。そうなんですよ、ゆきさんに、はいはい、あのチケットいただいたんだけど、うんうん、行けないって言われて、はいはい、でも私本当にその前に本当友達と約束をしてしまっていて、私はその子と行くのでって言って、お会いできたらいいですねなんて言ってたんですけど、あ、そういうことだったんですね。いや友達が多いっていいですね。いやいや本当になんでどうしたんですか。いや私もね、うん、信じれる友達はいるんで大丈夫。はい大丈夫。そうですね、そう、私がね最近ハマってることは、はい、あの家ライフを充実させたいと思って。うーん、大事ですね。これから寒くなってきますしね。そう、それもありますし、うん、なんかやっぱりねこう学生なのでアルバイトもしなきゃいけないから、なんかちょっとね、家から出たくないっていうか、家で全部済ませるようにしたいなと思って、最近コーヒーメーカーとミルクフォーマーを買って自宅でカプチーノを作れるようにしたって。おしゃれ。いやいやいや、もう女子大生とはこのことですよ。究極の節約術ですよこれ。そう、そういう家ライフを充実させてるっていう近況報告でした。はい。さてここで先週のパーソナリティ脳座が吐くこと野沢美里さんよりリエさんへの質問が届いています。はい、リエちゃんに質問です。私脳座は絵を描くことが得意です。リエちゃんは理系とお聞きしましたが、理系ならではのうまく絵を描くコツとかありますか。例えば細胞の絵とかリエちゃんは得意ですか。今後脳座の作品の参考にしたいので教えてください、よろしくお願いしますということなんですけれども、はい、ちょっと描きましたよ、うん、私さっきねすごい一生懸命ね理系が各動物細胞、はいはい、ちょっと今動画を、ね、ご覧の方は分かるかと思うんですけど、動物細胞ちょっとですね、はい、私は、ま、生命科学系 の、はいはい、あのコースに所属配属されていて、ま、授業で、うん、細胞の授業はもう山ほど受けてきたんですけどうん、うん、その細胞、動物細胞を書きなさいっていうテストがあったりだとか、何回も書いていると、まあ、ちょっとサラサラっとは全部書けなかったんですけど、うん、まあ、大体これがあって、
核があって処方体があってミトコンドリアがあってっていう、まあ、重要な部分だけをちょっと名前振ってみましたけど、いやもうちゃんとすごい細かく書かれていて、なんかこれ後でツイッターとか上げたいですね。皆さんお楽しみに。すごい細かく書いてくださいました。でも動物細胞って私昔理科の授業 で、こう簡易的に書いたイメージしかなくて、うんうんうん、多分、うんうん、中学校だともうちょっとざっくりとした、うんうんうん、すごいやっぱ大学になると細かくなるので、うんうんうん、もう今3つしか書いてないですけど、はいはい、本当に何個ぐらいあるんですかね。10個以上は多分いろんな組織で、うん、細胞の中に組織があるってことですか。一つの細胞の中に、はい。いやなんかこの中で特にお気に入りのさなんか組織とかあります？あのこのミトコンドリアっていうのがあるんですけど、はいはい、です、聞いたことある。このミトコンドリアはですね、うん、本当人間が生きていくためのエネルギーを作っている場所でして、うん、形も特徴的ですごい覚えやすいと思うので、うん、印象に残る。皆さんぜひミトコンドリア覚えてあげてください。なんかスーパーマンな感じですね。ミトコンドリアはそうスーパーマン。はい、はい、それではこの2人で今夜もいつこもスタジオタマプラーザから生放送でお送りいたします。お届けした曲はグリーンデイでレボリューションレディオでした。はい、今夜も始まりましたスダップマラムプログラム1 G アップスプラウト。毎週私たちスプラウトメンバーがアナウンサーとしてのスキルアップを目指して様々なコーナーにチャレンジしていくバラエティあふれる番組です。 G アップスプラウトでは皆様からのメッセージをお待ちしております。メッセージは E メールで msg@fm-sarus.jp msg@fm-sarus.jp
または FM サルースホームページのメッセージフォームからお送りください。そして G アップスプラウトはユーストリーム、YouTube ライブ、サイマルラジオ、リスラジでも同時に生放送中です。FM サルースのホームページからチェックしてください。さて今夜のラインナップですが、恒例の G アップツイスターから早口言葉に私たちがチャレンジします。G アップシネマは昔懐かしいシネマから最新作まで番組が選んだ作品を私川西ほのかが解説、見どころをたっぷりご紹介します。マイプレゼンテーションではリエさんがこの時期にちなんだテーマをリスナーの皆さんにプレゼンテーションしちゃいます。そして大好評のコーナー G アップ相談室、リスナーの皆様からいただいたお悩み相談を私たちがズバッと解決しちゃいます。今週も元気よくリスナーの皆様にお届けしていきます。それでは早速早口言葉にチャレンジする G アップツイスター。はいはい、リエちゃんはどうですか？私はもうダメですよいきなりダメですときたんですけど、どうですかほのかちゃんは？私ですか、はい、どうな感じだと思いますか？今の感じが落ち着いてるのでやってくれるんじゃないかと。じゃあ今日は頑張るよ今日は頑張るよ。はい、本当に可愛くてしょうがない。じゃあ今日のね早口言葉を言います。揚げたけのこ、焼きたけのこ、煮たけのこかける3回です。これ、うん、先週と一緒ですか？え、あら、あ、先週もこれだったんですか？見たんですけどこれえ待って待って待って、これえサボりましたサボタージュしました。いやでもね、はい、じゃあねノーザさんたちに負けないように、負けないように、はい、じゃあまず私から言いますので、はい、皆さんも一緒にリズムに乗って頑張りましょう。はい、ミュージックスタート。タケノコ、タケノコ食べたくなりますねこれ。うん、タケノタた待ってもう噛んでる、やばいやばい。3回ですよね、3回頑張る頑張る、はい、揚げたけのこ、焼きたけのこ、煮たけのこ、揚げたけのこ、焼きたけのこ、煮たけのこ、揚げたけのこ、焼きたけのこ、煮たけのこ、えあり？ちょっとリエさん頑張ってください。私より上手に、せーの。揚げたけのこ、焼きたけのこ、煮たけのこ、揚げたけのこ、焼きたけのこ、煮たけのこ、揚げたけのこ、焼きたけのこ、煮たけのこ、え完璧。本当ですか？大丈夫ですか？セーフですか？え、全然できるじゃないですかいやいやいや、今日のはたまたまなんですよ。あ、簡単でした？簡単、いやなんかこのまでも私いつも調子悪いですよねたまたまです。じゃあ今回簡単だったってことでいいですか？そうですね、そう簡単ですえ、でもこれちょっとなんか言えそうで、私最後確かに突っかかっちゃった。なんか煮たけのこ2回ぐらい最後あれですよねそうそうそうなんかね何言ってるか分かんなくなっちゃったんだよねはい、はい、じゃあ今の早口言葉でウォーミングアップできたということで、このまま G アップシネマに行きましょう。はい、ほのかちゃん今夜のシネマは何でしょう？はい、今夜のシネマは舞妓はレディー。はい、え、これ今マイコはレディーって歌えばよかったかな曲がすごいゆったりとしてますね。そうですね、うん、どんな映画なんですか？はい、聞いたことあるんですよね、うんうん、なんか音楽、はい、歌とか結構宣伝とかしてた気がするので、はい、多分絶対聞いたことはあると思うんですけど、はい、まあ、ざっくり言うとマイコになりたい女の子が京都に一人で出て行って、うんうん、マイコになりたいとならせてくれとで修行を積んでいくっていう、まあ、簡単に言っちゃうとそんな物語なんですけど、はい、じゃあちょっと簡単に説明していきますね。はい、舞妓はレディーは2014年の9月13日に公開された日本の映画です。はい、で、うん、主演が上白石萌音さんという方なんですけど、あ、今君の名はの声優ですごく、うん、そうですそうです、そうなんです、うん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 、で本当にあの上白石さんも歌がすごく上手で、もう声が綺麗ですよね。そうなんですよ、もう素直だし、うん、もうなんて言えばいいんですかね、スッと心に入ってくるっていうか、うん、もうすごい綺麗な声で、うん、まあ、そんな上白石さんが歌う歌がところどころ挟まれていて、あ、そうなんですね、歌と踊りも入ったミュージカルのミュージカル映画っていう感じなんですね。そう、これ実は私がミュージカルが好きって言ったところ、うん、あの題材をこれに選んで、くださったみたいなんですけど、優しい。そう、私ボリュートとかも好きなんですよね。あ、私もでもミュージカル映画とか結構好きで、うんうん、見ますか？あのオペラ座の怪人とか、はいはいはい、大好きです。あ、そうなんですね、オペラ座の怪人か。よくスケートでもよく、そう、私スケート大好きなんですよ。嬉しい、今話す話じゃないですね
そうですね、はいはいすまあ、そんなねミュージカル映画なんですけど、はい、このタイトル、うん、マイコアレディっていうのが、はい、実はオードリー・ヘップバーンさんが主演の映画にもなったミュージカルのマイフェアレディの文字りなんですね。なるほど、はい、ちょっとこれが今のなんかちょっと後々つながってくるポイントなのでちょっと覚えておいてくださいね、うんうん、はい、はい、じゃあちょっとね最初のストーリーを言ったちょっとね紹介しますね、はい、その上白石さん演じる子が春子ちゃんっていうんですけど、うん、春子ちゃんがその京都の花町下八軒に訪ねてくるんですけど、はいうん、そこの下八軒は今後継者不足舞妓さんがいないんですね、うんうんうんまあ、そういうのもあってたった一人の舞妓さんがブログをしていたんですよ。ブログで舞妓の様子を書いていたら、うんうん、それを見た春子ちゃんが舞妓になりたいと言って京都まで来るんですね、うん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 、でもこの春子ちゃんは実はおじいちゃんとおばあちゃんに育てられていて、うん、おじいちゃんが、青森の出身、おばあちゃんが鹿児島出身で、うんうん、この津軽弁と鹿児島弁がもうミックスになったような新しい言語のようなすごいきついなまりをしていて、でそれを見ていた呉服屋の社長さんはこのなまりじゃ舞妓はできないと言ったんですね。でそこに居合わせた言語学者、大学教授がいたんですけど、その人がこのなまりは面白い、ちょっと興味を持って、でこの子を京都弁に京言葉を覚えさせるから、なんかもしこの春子ちゃんを舞妓に俺がしますと、うん、今日言葉を覚えさせて俺が頑張りますと、で俺が頑張ったらそのなんていうんですかね、舞妓さんとこう遊ぶお茶屋遊びを一生面倒を見てくれと、うん、そういう賭けをするんですね、はい、なるっていうのが最初の始まりで、そこからその春子ちゃんが舞妓になっていくまでのストーリーを描くんですけど、はい、実は今話したところがマイフェアレディご存知の方は分かるかと思うんですけど、はい、マイフェアレディの主人公の設定とほぼ一緒なんですよ。はい、マイフェアレディの主人公は、まあ、ちょっと下品な花売り娘を立派なレディに仕立てられるかっていうのを言語学者とその友人がこう直して立派なレディにしようっていう主人公の設定があって、マイクアレディの主人公も全く同じ設定、すごい、それを京都の置き換えただけなんですよ。面白そう。だから実はマイクアレディってマイフェアレディのパロディなんですね。あー、はい、もうそうなんだ。そうなんです。でそういうのがちょっとパロディ要素が劇中にたくさん出てくるんですけど、うんうん、そのオードリー・ヘップバーンの発音の練習がですね、そのマイフェアレディの中での発音の練習で、うんうん、The rain in the もう一回言いますね、はい、The rain in Spain stays mainly in the plain っていう発音の練習の言葉があったんですよ、うんうん、これはスペインの雨は主に荒野に降るっていう意味なんですね、うんうん、それを日本語京都に変えて、うん、その春子ちゃんが京言葉を練習するために作った曲が京都の雨は大概盆地に降るっていう面白い、ちょっと分かりにくいかもしれないんですけどそうなんです。全くそのパロディ要素がたくさん入っていて、そうなんですっていうのをちょっと私もなんかマイフェアレディ実は見たことがなくて、マイコレディを見てこのね、うんうん、プレゼンテーションしようと思って調べた時に出てきたので、うんうん、ちょっと面白いなと思ってマイフェアレディもちょっと見たくなっちゃったんですけど、確かに確かに見たくなりますね、はい、でも本当に私これ実は昨日3回見たんですね、うん、好きすぎて本当に曲ミュージカル映画が好きっていうのもあるんですけど、うんうん、その上白石萌音さんのもう声が本当に素敵だし、音楽もこう印象的だし、あと私の好きなコメディ要素も本当にたくさん入っていて、ところどころ笑えますし、もうなんか見ててその春子ちゃんがこういろんな試練があるんですよ。例えば正座、まず舞妓さんって正座を絶対しなきゃいけないんですけど、うん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 、正座に慣れてないから足がしびれちゃって立てないとか、あとはそのさっきの言った京言葉ですね、うんうん、すごい訛りがあるのに、例えばよろしいお頼申しますとか私たちも言えないじゃないですか、うんうんうん、でもそれを絶対にやらなきゃいけないとか、朝早く起きて掃除をしなきゃいけないとか、うん、そういったこういろんな試練があるんですけど、それにこう耐えながらもこう悩みながらも成長していくっていうのが勝手に親目線でなんかもう心がギューってなっていやでも私も頑張んなきゃみたいな思って、ちょうど私も今ね修行中だなって思っているので、もうなんか元気をもらえるし笑えるし、本当に素敵な映画だなと思って3回見たっていう話なんですけど、どっぷりハマっちゃったんですね。そうなんですよ。いやでも本当に私がハマるのもこうねしょうがないなっていうのが、本当にこのマイコアレディはたくさんの賞を受賞していて、なんと日本アカデミー賞の最優秀音楽賞も受賞している、
すごいですね。その上白石萌音さんも日本アカデミー賞で新人俳優賞をもらっていたり、本当もう賞総なめみたいな映画なのでね、私がハマるのは無理ないですよね。まとめでももうぜひ見てみたいなって思いました。本当ですか、やった。もう今もう今をときめく女優さんじゃないですか、ね、そうですよね。いや本当そうなんですよ、うんうんうん、ね、君の名はとかね話題ですしね。いやでもこれちょっと元気がない時に見てほしいかもしれない、私個人的には。じゃあ落ち込んだ時に、うん、落ち込むことあります？そんなにありますよ。大学で研究室で行かないとか、卒論早くしろとか。そうなんです。あ、今じゃあ今もう借りて帰りましょうかね。私それいいと思う、はい、いいと思います。もう、いやでも本当にもう皆さんに見てほしいです、うん、これはもう個人的おすすめです、はいはい、今週末はマイコアレディをご覧になってはいかがでしょうか。お届けした曲は水曜日のカンパネラでアラジンでした。
では続きましてマイプレゼンテーションに行きましょう。リエさんの今夜のプレゼンテーマは何ですか？はい、私のプレゼンは LED イルミネーション。さあ、なんかキラキラした話題が出てますけどね、今ね、はい、ニコタマじゃなくてごめんなさい、タマプラザもね、キラキラなっていて、すごいキラキラして綺麗、ね、まだ私今年イルミネーション見に行きました？何か行ってないです、行ってないです。もうこれが今年初ですね、そうですね、ここ確かに本当に綺麗。いや、なんかこの季節といえばっていう本当にタイムリーな話題ですけど、なんか理系ならではのプレゼンをしてくれるということで、はい、頑張ります。はい、お願いします。はい、それではそれでは、はい、ちょっとまずはイルミネーションからちょっと離れて、まず LED についてと説明したいと思うんですけど、はいはいはい、まず LED って何の略か知ってますか？なんか LED、 E がエレクトリックとかつきそう。あー、なるほど、ね、違うかな、全然わかんないです。 LED ってライトエミッティングダイオードっていう、ライトエミッティングダイオード、ダイオード、エミッティングっていうのが、うん、光る、あの放出するとかって意味なんですよ、はい、でライトを、まあ、ライトエミッティングダイオードで、このダイオードっていうのが普段、はい、なんていうんですかね、普通に生活している中ではあまり聞き慣れない言葉だと思うんですよ、はい、そうですね、で、まあ、私たち理系の人間はもう散々出てくるんですけど、いろいろ学んでいく中で、はいはい、でこのダイオードって言われるものが、うん、まあ、半導体ってよく半導体、あ、聞いたことあります。まあ、いろんな日常生活のいろんなものに使われている、まあ、はい、半導体と呼ばれるものなんですけど、はい、うん、この半導体っていうのを、うん、あのなんていうんですかね、うん、半導体っていうものは、はいはい、電流を流すことによって、うんうん、あの電子、はい、電子って電子、うん、電子っていう電子、はい、電子と、はい、あと正孔って呼ばれる、うんうん、なんていうんですかね、電子、正孔、あ、プラスって考えてもらっていいです。あ、正孔がプラス、はい、なんかプラスとマイナスって、まあ、よく電気の電流とかでよく見るじゃないですか、はいはい、まあ、電子がマイナス、はい、正孔がプラス、はい、でこの半導体の中で、うんうん、この正孔と電子がこう両側から出会うんですよ、ガチッとガチッと、はい、そこで出会う時に、まあ、再結合って呼ばれるんですけど、再結合、はい、この2つの電子と正孔が出会うと、うんうんうん、なんていうんですか、なんていうんだろうな、出会った時にエネルギーを放出するんですね。出会った時にエネルギーがバッと、そう、そのエネルギーが光として放出されるんですよ、はい、あ、それがなんだろう、ダイオードの仕組み、あ、仕組みなんですね。あ、そうなんですね。そうなんですよ。で、まあ、この電子と正孔が出会ってっていう、うんうん、その発光原理をエレクトロルミネセンス効果って呼ぶんですけど、うんうん、すごい難しい、どうしよう、ちょっとちょ、まあ、でもそういう話です、はいはい、まあ、電子と正孔が出会った時に光を出す、はい、それが、まあ、LED の発光の原理、仕組み、じゃあそれによって LED が光ってるってことですね。そうなんですよ。あ、そうなんだ、こうやっぱね、文系の私にすごい、ね、カタカナがいっぱい出てくるから難しいかもしれないごめんなさい、はい、どうぞ、はい、でですね、 LED って聞いて、うん、よく皆さん、はい、なんかどういうイメージ持たれますか？あ、なんかすごい明るくて寿命が長いとか聞きますね。そうなんです、はい、あのよく LED の前は白熱電球って、うん、はい、まあ、普通の蛍光灯ですよね。蛍光灯っていうのは、うん、その仕組み的に金属のフィラメントっていう部分があるんですけど、うん、あ、そこの中の、あ、そうです、くるくるっていうところですね、はいはい、そこを2000度以上の高温に熱して光を放出させるんですよ、うん、あれそんな熱いんですか？そう、だからこう取り替える時に気をつけてくださいとか、あ、ちょっとね、触ると本当に熱かったりとか、あ、 そうその場にいてもすごく熱を感じてしまう。そう、今もね、スタジオもちょっとね、そうなんです、暖かいですもんねで、うんうん、そうなんですけど、まあ、さっき言った LED は、はい、まあ、電子と正孔が出会って、その時にエネルギーを放出して光として出るので、すごく、まあ、熱を、まあ、発生しない、白熱電球と比べたら本当に少ない熱で光を発することができる、うんうん、なので寿命が長い、うんうん、まあ、蛍光灯の4倍って言われるんですけど、エコですね。そうなんです。あとその消費する電力も白熱電球の10分の1、
そんなに少ないんだ。そうなんですよ。まあ、なんか熱するよりはこうぶつかってこう勝手にぶつかってくれれば、ね、そうなんですよ。やっぱ2000度以上に高温に熱しなきゃいけないってやっぱすごくエネルギーを使うことなんで、うんうん、そうですよね。そうなんです。だから寿命が長いんですね。そうなんですよ、はいはい、であと LED のいいところがあって、はいはい、紫外線や赤外線を放出しないので、うん、虫が寄ってこないみたいで、おあ結構じゃ あの夏の夜に電気があってもスッと家に入れるということですね。そうですね。よくある懐かしいなんかこの虫が群がってる光景とかは、もう本当に虫苦手なんですよ私。そうなんです、はいはい、ですごい。それこの LED って結構、うん、なんか最近出てきたイメージあるじゃないですか、うん、そうですね、はい、なんですけどその発光の原理としては1907年にも発見されていて、そうなんですよ。1990年以前から赤色、うんうん、黄緑色、うんうん、橙色の3色は実用化が進んでいたんですね、うん、あでも使われてたんですか。そうなんですよ。なんですけど、はい、あの普段日常で生活する上で、うんうんうん、まあ白色の、はい、白色光をまあ使って生活してるじゃないですか、はい、でこの白色を作り出すために色の三原色って聞いたことありますか、うんうん、あのテレビの。あそうですそうです。で、はいはいはい、この色の三原色って赤色緑色青色が必要なんですよ、はいはいはい、で青色だけが、はい、あの発明がすごく遅れていたんですね。うん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 、でこの青色の LED を発明したのが、はい、なんと日本人、おそして2014年にノーベル物理学賞を受賞してるんですよ。この LED の青色を発見したっていうことで、素晴らしい素晴らしい、誇るべき。そうなんですよ、ジャパニーズ、はい、誇るべきジャパニーズ、はい、でなんですけど、はい、あだから最近すごく、うん、あのまあ、このスタジオから見える景色だと結構黄色っぽいライトを使われてるんですけど、あのイルミネーションとかの写真とか見るともう青色の、うんうん、もう綺麗な青色の青い絨毯みたいなあるじゃないですか、はいはいはい、あれも日本人の方が発明されてこんなに広く使われて LED 電球もできるようになったし、はい、その光の三原色3つが揃ったことによって、あそっか青が開発されたから、そうなんですよ、白が作れるようになったんだ。そうなんです、そうなんです、そういうことか。そこに日本人の方が ねイルミネーションって言ったらもうジャパニーズに感謝しなさいみたいな。そうですね、ジャパニーズに感謝していただいてですね、はい、でここからちょっとじゃあイルミネーションの話に行きたいと思うんですけど、はいはいはい、じゃあなんか、うんうん、今まで見たイルミネーションの中で、うんうん、これここ良かったなって思ったところとかありますか。私高校生の時に、うん、あの山梨県にある、はい、山梨県の小淵沢、結構ねあの北の方にある、うんうん、リゾナーレっていうリゾートホテルみたいなところがあるんですけど、うんうん、そこのイルミネーションがなんかツリーに本当にクリーム色っていうか黄色っぽい、うんうんうん、一色のライトがついてるだけなのに、わかります、すごい上品で綺麗で、私もこの景色すごい好きなんですよ。今のそうタマプラザの景色もクリーム色みたいな黄色一色なので、うん、そう、うん、本当にこんな感じでなんかすごいいい雰囲気だなと思ってそれが印象に残ってます。今はちょっと趣味が合うかもしれないです。本当にやった、見に行きましょうね。じゃあ今年はリーチャートデータするぜひぜひでちょっと、はい、もう始末が、はい、あ私がもう独断と偏見で選ばせていただいた、はい、行ってみたいイルミネーショントップ3おちょっと発表します。そう、私今年どこ行こうと思って全く候補が浮かんでこなかったから。本当ですか、嬉しい、お願いします。でじゃあまずさまず3位はい、3位埼玉新都心欅広場、うん、というところがあるんですけど、初めて聞いた。あの埼玉スーパーアリーナの近くというかそこにまあ付随してる、はいはい、うんうんうん、広場らしいんですけど、埼玉ね、あの写もう私行ったことないので、はい、今日すごい調べていろいろ写真を見てたんですけど、うんうん、なんか光のカーテンっていうところがあって、うもう一面すだれなんていうんですかね、なんかこう吊るさってる感じ。そうなんですよ、すっごい綺麗で、ちょっと見に行きたいなって思いました。はいはい、じゃあそれが3位で、3位ですね、埼玉ですね。次ちょっと近いからいいかも。2位、うん、はい、じゃじゃんじゃじゃん、菜花の里出ました。知ってますか。知ってますよ、私知らなかったんですよ。本当にすごい有名ですよ、やっぱり女子力ちょっと勉強が難しいからですよ。いやいや、私みたいに遊んでる人はね、いやいやいや常にね見てるから。で三重県にあるんですね。そう、ちょっと遠いですよね。なんかでもほらあれじゃ、光のトンネルとか それを言おうと思って言っちゃった言っちゃった光のトンネル調べてたら、はい、もう、うん、
本当に綺麗で、うんうん、暖かい光、うんうん、で200メートルのトンネルなんですけど、規模が大きい、うん、一つ一つが本当にお花の形をしてるんですよ、うん、LED 電球自体が。え、一個一個の電球が。そうなんですよ。え、絶対可愛いじゃん。すごい可愛くて、うんうん、これはちょっと行ってみたいなって思いました。いや、これはね、一生に一回でちょっと行きたいですよね。そしてですね、はい、あ、大丈夫ですかね。はい、じゃあ1位ですよ。じゃじゃん、じゃじゃん、丸の内。はい、まあ、丸の内です、うん、あ、丸の内。丸の内が綺麗ってことか。丸の内イルミネーション、はいはい、おがもう私なんて言うんですかね、うん、あ、ホラーホラーとか言っちゃった。今ね、そう、ありがとうございます。画像出してくださったんですけど、もう丸の内のイルミネーションって、うん、なんて言うんですかね、夜景、あのイルミネーション見に行こうって言って行くんではなくて、うんうん、普通に、うん、あの、まあ、結構ですね、私結構行ったりするんですよ、丸の内とか、はいはいはい、あと、まあ、歩くの大好きなので、なんか一駅二駅とかだと全然普通に歩くんですけど、うんうんうん、その時にやっぱ冬、本当シャンパンゴールドの本当に綺麗で落ち着いた雰囲気で、なんだろう、な、豪華っていうか、こう品のある華やかさっていうか、え、すごい素敵じゃないですか。そうなんですよ、私大好きで、うんうんうん、もう行ってみたいっていうか、まあ、今年も行こう、うん、行きたいなと思っているところです。いや、一緒に行きますか。行きます。じゃあ行きましょう。あ、でもすごい綺麗。確かにね、これもあれですね、シャンパンゴールドですね。そうなんですよ、私がさっき言ったのも多分シャンパンゴールドって言うんだろうな。う、うんうん、ね、この品いいのいいですよね。もう大人な感じでね、もう成人式を迎えるほのかさんにぴったりかなと思いまして。そう、もう二十歳ですよ。23ですよ。もうサンタさん見てやったとか言ってる場合じゃないよ。はい、はい、じゃあ今年もね、私もじゃあちょっとそれ参考にしてイルミネーション行ってみたいなと思います。
お届けした曲は Dreams Come True で Love 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 でした。 G アップ相談室、コーナー紹介をリエさんお願いします。はい、リスナーの皆様からいただきましたお悩み相談を私たちスプラウトメンバーがズバッと解決しちゃうコーナーです。はい、私たちがリスナーの皆様のお悩みを解決していきます。はい、その前に何かリエさん困ってることとかありますか？困ってることですか？ですね、寒いのが苦手ですね私。あ、うん、確かに最近寒くなりましたね。ちょっともうヒートテック、今は1枚で住んでるんですけど、本当に寒い時は2枚とか私も今ヒートテック1枚ですけど、2枚やったことないかも。大事ですよ大事じゃない、あったかい。今度やりますねそしたら報告しますね。はい、ぜひ、はい、じゃあ早速リスナーの皆様のお悩みお願いします。はい、女性14歳柿大好きさんからのお悩みです。私は中二女子です。小学4年生の頃から目が悪くて眼鏡をかけています。先日好きな男の子から眼鏡を外した方が似合っているよと言われました。そこで私は家で勉強するとき以外は眼鏡を外そうと思うのです。でも他の男の子か、すいません、他の子からなんで眼鏡外したのと聞かれたら何と答えればいいのか悩んでしまいます。どう言えばうまくかわせるでしょうか。いちいち突っ込んでくる子がいるので何か良いアドバイスお願いいたします。まあね、元メガネ女子として、ね、はい、答えると、はい、なんかメガネ取ったら気分も明るくなるよやっぱり、私は、あの普段裸眼なんですけど、あの大学の講義の時とかは、あのメガネを使うんですね。あと試合見る時とか、そうか、遠いコンタクトがちょっと怖くて外す、あのつけれないんですよ。そうなんですか。え、コンタクト楽ですよ。で言いますよね、友達からもすごい言われるんですけど目に入れるってもうどうしようって目取れるんじゃないかみたいないやなんかすごい笑われちゃった。目が取れるってもう、いや、なんかあの私小学校6年生からコンタクトなんですね。小学校2年生からもメガネをしていて。あ、そうなんだ。そうなんです、もうずっと目が悪いんですけど、なんだろう、私もそのなんかね、6年生になってメガネを外した時に、私ずっと前髪を作ってなかったんですけど、その時に前髪を初めてパッツンにするっていう挑戦に出たんですよ。ほうほう、すごいイメージ変わりそう。そう、メガネ取ってなんかイメチェンみたいなしてみたくて、でも前髪パッツンにする勇気なくて、でもなんか取ってみたらちょっと勇気出てきた気がして、ね、ちょっとね、私いいかもみたいな、なんか肩が抜けたみたいな感じそうで思った経験あるからね。この柿大好きさんはしかも男の子から言われてるんだもんね、お好きな。いや、もう嬉しいじゃないですか、もうめっちゃすごい感じそうでもそう、ね、なんで外したのって聞かれたらどうね、かわせばいいかでしょ。そしたら、なんか、メガネちょっと重くて嫌なんだよねとか言ってみるとかちょっとなんか目ここに跡ついちゃうから、鼻のとこに目、確かにすごい疲れる。そう、あと下向いたらなんかだんだん落ちてしまうあ、じゃあ分かった、サイズ合ってないのかな。じゃあ分かった、ちょっと今壊れててなんか今ちょっと使えないんだよね、直してるんだよね、もうで時間が時間が経てばもう忘れるからみたいななんかもうこっちの方がいいかなと思って眼鏡外してみたみたいな。あ、もうそれでもいいと思うし、ね、恥ずかしがることないんじゃないですかね。ね、そう思いますね。だからもうね、メガネ取って、髪パサーってやって学校にサッと歩いていこう、はい、はい、ということでそれでは今夜のお悩み相談も解決したということで、私たちスプラウトメンバーに解決してほしいお悩みがありましたら msg@fm-saluse.jp までどしどしお待ちしています。
お届けした曲はマジックでレッドドレスでした。はい、ほのかちゃん、はい、スプラウトメンバーの野沢美里さんから絵が届いております。お、なんと今回ちょっとあれ違う、難易度上げたんだっけ。上げたと上げたらしい、聞きましたね。ね、写真が届いたんですけど、こちらです。はい、はい、ちょっとこれ解説してみますね。はい、なんかピンクですよね。ほぼ画面はほぼピンクなんですけど、うん、なんか濃いピンクで葉っぱの筋みたいな。そう、私も葉っぱの、うん、そうですね、筋、そう、植物ですか。ピンクの線と、そうそうそう、緑か黄色の点で、うん、なんか葉っぱの筋みたいなものが書いてあって、なんだろうこれは。これまた寄りの絵ですか、それとも引いた絵ですか。寄りじゃないんですかね、これは。なんかこれも寄りのような気がするんだけど、え、なんだと思いますこれ。ピンクなのかな、本当は。なんで、じゃあちょっと、はい、解説を聞いてみますか。はい、なんかこうちょっと脱力するっていうか。え、これ分かりました。あ、でもここですよね。あ、そっち、え、こっちじゃないの。ああ、こっちですか。だって親指と、そう、親指と人差し指のところですね。え、分かります、これ。多分ね、ちょっとね、見てくださってる方分かると思うんですけど、多分ね、これがね、人差し指だと思うんだよね。はあ、はあはあ、なるほどなるほど、ね、ちょっとこれ、いや、難易度上げてきてるこれは。ピンク、あ、もうなんか植物かなってすごい思っちゃいました ね葉っぱだと思った、私も。野田さん、もっと簡単にしてください。でちょっとこの絵は後ほどツイッターにアップしますので、皆さんもぜひご覧ください。はい、さあ、そろそろお別れの時間なんですけれども、はい、まだもう少しあるんですけど、楽しかったですね。本当ですか。私も楽しかった。よかった。ちょっとイルミネーション行きましょうよ。イルミネーション本当に行ってみたい。んなんか丸の内って、私なんか結構ビルがいっぱいあるようなイメージがあって、なんかまだ私去年ほらまだ19歳だったから、なんか大人の街っていうイメージがあったんで、なかなか行けないなとは思ってたんですけど、でもあの丸ビルとかすごい、うんうん、綺麗で、うんうんうん、お店とかもたくさんあって、ご飯とかも。私は行けそうなところありますか。行きます行きます。20歳になってから行ける。あ、行けます行けます。もういや、でもちょっと行ってみたいですね、うんうんうん、え、行きましょうよ。全然行きましょう行きましょう。後でちょっと予定を、うん、予定をりえちゃんとデートの予定。ね、そう、さっきね、あのね、りえちゃんが、うん、私ネガティブだからって言ってたんですけど、ああ、そうなんですよ、もう。え、私もネガティブだから。でもね、そう、さっき、うん、ちょっと一言、え、かっこいいセリフ言ってくださいよ。え、それりえちゃんが言ったセリフ私がもらえるんですか。いいんですよ、りえちゃん曰くマイナスのマイナスでプラスだからって言ってたんですよ。ね、だからとてもこんなに明るい番組になったんですよ。いや、嬉しい。なんか自分たちで言ってるけどさ、痛い子たち言ってますか。そう、でマイナスとマイナスでプラスでこう楽しい回にできればいいなっていうことですよね、うん、きっとね。はい、そうですよ。いや、なんかでも本当に全然ね、初めてな感じしないくらい、本当に人見知りなくてね、すごい社交的で。そう、でよく言われるんですけど、うん、意外と人見知りしますよ。
本当に、うんうん、ね、私人見知りしますよねもうなんかもうえしないしてないんですよ、してない感じがもう皆さんの顔からも伝わって顔から伝わってくるのいやでもほらね、私ね、なんかいろんな人と初めて会ってこう結構近い距離で話しちゃうっていうか、なんて言うんだろう、逆に距離置かれるとなんかちょっと私もちょっと引かなきゃいけないかなって思っちゃうから、もう最初からこう近い距離でバッと話しかけるとか、もうそれがね、私のコミュニケーションの、うん、なんだろう、鉄則ですかね、大事大事でもね、リエさんは本当になんかなんだろう、マドンナ的な存在な感じ、オーラが出てる、多分オーラ、うちの大学の子たちに聞いたら、うん、全然そんなことないって言うと思いますよ、じゃあ大学突撃しますね、あの 来てくださいよ、もうでも理系男の子しかいないんですよ、うん、ほとんどやっぱ理系って男の子が多いんですね、うん、そうなんです、あそうなんだ、いやでもちょっと気になる、なんか私文系だから完全に、うん、理系の人たちのなんかなんだろう、勉強っぷり細胞書いてるのかなとかぜひ今度案内するので、あもうぜひぜひ来てください、行きたい行きたい、ちょっとね、はい、行ってみたいじゃあそろそろお別れの時間です、はい、皆さんこの番組には公式ツイッターがありますので、ぜひフォローしてください、アカウントはアットマーク G アップスプラウト、アットマーク G アップスプラウト、私たちスプラウトメンバーもつぶやいていますのでチェックしてください、来週の出演者もツイッターでお知らせします、また YouTube ではこの番組の動画がアーカイブされています、 YouTube で G アップスプラウトを検索してください、そしてこの後9時からはスダップマラムプログラム2アナログでナイトが始まります、今夜は冬も和物であったまろう特集です、ルーファスさん、ディジバルーファスさん、全曲アナログレコードでお送りします、皆さん引き続きお楽しみください、はい、いいですね、冬も和物、和物、こたつとか、あ、そういう、そういうことすいません絶対それ曲の話だよ、あ、そこ曲の話だよちょっと和物気になるちょっと今のなし、え、かわいいもう、いや、違います、本当にもうこんな年になって天然とか言ってる場合じゃないので、いや、20代はいいんじゃないですか、なさばかりのあれだけどいやでもなんかちょっと、私あんま方角聞かないから、わからないから、ちょっと私も聞こうかな、うん、とか言ってみる、はい、いやちょっと楽しみですね、皆さんちゃんとこの後も聞いてくださいね、はいそれでは今夜のお相手はスプラウトの川西ほのかと下津理恵でお送りいたしました、それでは皆さん引き続き良い週末を、さようなら、バイバイ、バイバイ。